イリヤキですね、はい、対馬の郷土料理で鶏肉や新鮮な魚などを椿油で炒めてから鍋にするのでイリヤキ。中火ですね。色が変わるぐらい、焦げ目がつくぐらいですね。これに合わせたらいいですか。はい、で醤油、濃い口ですね。あ、濃い口と、はい、で、みりんですね。わざと今ちょっと濃いめに作ってるんで、火の通りにくいものから、そうですね。次の具材を入れるまではどれくらい、もうだいたいしんなりになってくればいいと思いますよ。もうここでだいぶ火は入ってきてると思うんで、魚入れましょうかね。今日はちょっとブリじゃないですけど、ヒラスですけど、はい、しまってことでちょっと穴子用意したんで、これで最後に青身ですね。旨味が出たスープにそうめん、大衆そばを入れて食べたら美味しいです。